い、みなさんこんにちは、古田愛理です。イエーイ。はい、今日は上京物語ということで、岐阜にいた頃から、今までのお話をざっとできればなと思います。そして本日のお話のお供は、ででん、スタバの新作です。これがいつ上がるかわかんないんですけど、昨日かな、昨日新発売したやつなんですけど、これのね、バナナの前のコーヒー牛乳のやつめっちゃ美味しかった。コーヒー牛乳すごい美味しかった。これはね、普通のね、バナナのやつにチョコがね、トッピングされてるやつみたいです。ではいただきます。やばい、やばい、ミス飛んだ。いや、おいしい。なんかここにね、バナナのこう粒みたいなのがね入ってて、これまさかの私のマネージャーさんには入ってなくて、私だけ入ってて、奇跡のバナナがいました。日頃の行いがいいですはい、ということでね、最近私これを話そうときっかけ、話そうと思ったきっかけが、写真が職業からね、いっぱい撮るので、ほんと写真をね、見返すのがすごい好きで、で、Google フォトにもう過去の写真とか全部入ってるんですけど、 Google フォトをすごい見るのが好きで、ね、過去の写真をいろいろ振り返りながら、ここがこうだったな、ああだったなとか、みんなに見せたことない写真とかも多分あると思うので、ゆるくお話しして、ラジオ感覚で聞いてください。あれ、全然下に行けない。これいつ、中学1年生の頃だ、やばい、中1の頃だ。これはさすがにね、ちょっと友達全開写ってるのでいや、芋すぎる、芋や。これの、この真ん中です。これが私です。で、ここは親友です。親友の髪の毛も今ぐらい長くて、前髪がすごい重かったね、重くて、もうシースルーとか知らないからパッツンでした。これは中学1年生の夏休みかな、懐かしい。なんかね、謎面で、これ何人いる ?2、4、6、8のと12人います。なぜだろう、これみんなクラスもバラバラだったんだけど、すごいなんか仲良かったな懐かしい、楽しかった。中学1年生の頃のお話をすると、中学1年生の頃もちょっとモデルみたいな活動してて、キッズモデルの活動してて、私の中学校は2校合わさって、私の小学校ともう1校合わさるんだけど、もう一個の学校になんかモデルがいるらしいぜみたいなと言われてたらしくて、私はそんな噂全くなくあったんですけど、やっぱりね、噂ってね、あるじゃないですか。それで、話題になってたっていうのを友達から聞いて、本当にありがとうございますで、中1の頃は3組だったんですけど、入学式にたくさん声をくれました。え、はじめまして、何言っています、友達になりましょうって言って、一気に5人増えたかな。で、そこで一面ができたわけです。一面ができたんですよね。懐かしい。中1の頃の写真持ってないかな。この時は本当に美容も何もかもが分からなくて、でも私、お母さんがエステティシャンなので、ある程度、あれ画像消えた、え、あれ待って、バグった、え、待って、 Google フォトが急にバグり始めた。あ、バグってない、バグって。で、お母さんがエステティシャンなので、いつもなんか小学校の頃とかからいろいろお肌のこととかたくさんやってもらってて、小学校の時は何がいいのか分かんないから、お母さんが使ってる化粧水とかスキンケアを使ってて、私上に2人お姉ちゃんがいるから、お姉ちゃんの真似とかもして、特にこだわりとかはなくて、何がいいか分かんないから、その時まだ SNS とかもそんな普及しないから、情報とか自分で調べることもできないから、とにかく頼るものは母って感じだった。で、これは何歳？写真見るけど時系列が全く分かんない。いつ？なんか前髪的に中1なのかな。前髪的問題、全然垢抜けてない。もうメイクとかも何も知らなくて友達と、なんか仲いいダンスの友達と仮装パーティーみたいなのやった時です。私は白雪姫の衣装を着てました。仲いいダンスの子同士でこういうイベント行事とかをよくやってたんですけど、この時はちょっとハロウィンに近くて、練習開始終わった後にみんなで仮装パーティーやってましたね。懐かしいわ。てか、これが残ってるっていうのがすごいよね。私、カメラアプリ B612 ってやばい、 B612 めっちゃ流行ってた。中1とか中2はほぼすっぴんですね。メイク分かんなかったから何もしないわ何もしないですね。
特にこれといった写真見せれるような写真がなくて、あ、まあプリクラぐらいかな、プリクラぐらい。ダサいな、ポーズが全部ダサいな。面影ある、面影あるかな、大丈夫、これ面影ある。これはまあこれもハロウィンの時期だったから、なんかね東京でオーディションがあって、この日はオーディション帰りに友達とプリクラ撮ったって感じ。この時でっかい頭にリボンしてる。この時からこういうリボンが好きだったのかも。今もこうやってつけてるけど、こうなんか甘めが昔から好きだったかな。でこの無理、写真の撮り方。この日、この時なんかプリクラに、プリクラって仮装コーナーじゃん、レンタルして、それで友達と幼稚園児になってた。もう写真の撮り方やばい、普通にやばくない、写真の撮り方。私この時からもうスマホケースが好きだから、スマホケースちょっと見えるかわかんないんだけど、なんかちょっと液体が入ってる、なんかワインみたいなジュースに、あ、ジュースだ、ジュースのスマホケース持ってた。この時はちょっと個性的で変わってるスマホケースが好きだったの。この時からだ、この時からスタートしたんだ。スマホ、自分のスマホを持ち始めて、なんかスマホケースをその時に9点で買ったんだ。9点で買いました。その時から9点のヘビーユーザーですね。一気に3個くらい買ってました。で、飽きたら買える、飽きたら買えるっていうのをいつもやってた。今も1ヶ月に1回買えてるから、その時からも変わってないんだな。もうプリクラがやばいね、昔のプリクラって感じ。幼稚園に友達が撮ってくれた。全然もう垢抜けてないですね、垢抜けを知らない時期です。でも当時はこういう重め前髪が可愛いって思ってたから、薄くするなんてもうみんな薄くしてなかった。薄くするとか知らない時代だったな。中学1年生はこんな感じです。もうただただ何もしなかった、普通の中学1年生学生って感じだった。とにかく前髪が重すぎて、パッツンすぎて歯が抜けてないね。あ、やばい、懐かしい。友達と中学1年生の頃に親友とかビッグバンのライブに行って、懐かしい、ビッグバンの写真がいっぱいある。会場で写真撮ってた、懐かしいよ、やばい。そう、親友と一緒にファンで見てたな、懐かしい。てか意外と写真残ってるもんなんだ。あ、待って、今めっちゃ黙ってた。え、意外と写真残ってるもんなんだ。てか写真見てもやっぱり何歳か、これ何歳の時なのか分かんない。あ、でもこの時から韓国好きで、韓国好きになり始めたのが中学1年生の秋かな。 TWICE の16っていうオーディションをなんかで見て、ミクチャかな、その時ね TikTok じゃなくてミクチャが流行ってて、ミクチャで見つけて、そっから好きになって、サナちゃんに一目惚れして、今でもサナちゃん推しです。ボケてるけど、これが中学2年生、中学2年生の時ね、みんなねこういう前髪が世間的に流行ってて、ねモデルさんの近藤千尋さん、通称チピちゃんっていう子の前髪がなんか流行ってて、こういうなんか斜めにして、こうギザギザのなんかギザギザバングみたいな前髪流行ってて、いつも切ってもらってた。懐かしい、当時の流行りだったな。うわ、懐かしい、プリクラある、やばい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 、見せたくないな。ギャルみたいなポーズ、うん、こんな感じで、これは中学2年生かな。この時もスタバ飲んでた。しかもスタバの写真があるの。ちょっと、しかもスタバの撮り方が中学生すぎて本当に恥ずかしい。やばくない？おじさんって書いてある。なんでおじさんなのか分かんないけど、ねえ無理、自分で撮ってるやつもある。指ハートしてるんだけど無理。確かこうやってカメラをこうやってね、内カメにしてこうやってやってね、こうやってタイマーしてこうやって撮ってたんだよ。ここにねハート書いてあって、でここの空白の部分に自分の好きな絵文字とかを載せてた。やば、懐かしすぎでしょ。あ、君の名は見てる、君の名はだ。中学生すぎて面白いのが、映画のチケットで写真撮ってる。普通今の時代ってみんなポップコーンと友達とチケット、友達のチケットと自分のチケットでこうやってストーリー撮るじゃん。このね、この時代の私はね本当におかしくて、一人のやつで、これねバレちゃうか、どこで見たか。君の名は、この時中学生だったから1000円で行けたやつ。やばい、懐かしすぎでしょ。で急にこっからフォルダが中学3年生になる。私あの地元の岩盤浴とかお風呂屋さんがすごい好きで、岩盤浴とかよく実家帰ったら必ず行くんだけど、岩盤浴で休憩所でお母さんと撮った写真がこういうの撮りたがりなんだね。
これ友達と撮った写真なんだけど、これもね、スノーかな、スノーか B612 で、私が中学、小学6年生から中2の時にこういう猫のかなりこういう小顔になるフィルター、今の時代だとインスタのフィルターみたいな感じでド流行りしてて、もうこれでしか撮ってなかった。もうこれね、すごい漏れるんだよ。友達はこれでしか撮ってなかった。これ私あの携帯引き継ぎできなくて、私引き継ぐの下手なんですよ。引き継ぎできなくて、前の携帯で中学校の写真を次の携帯で写真撮るみたいなのやってて、これは中学3年生の卒業の前、卒業の年、中3の夏かな、これ夏の制服だから、夏7月7って書いてある。やばい、懐かしい、部活帰りだ。写真撮ってた、懐かしいなあ。この時はオーディションに向けてめちゃくちゃダイエット頑張ってた時で、めっちゃダイエット頑張ってた。もうこれとかなんかギャルくない？やばい、なんか地元感ある、バリ地元みたいな、懐かしい。とかまずプリクラの上にこうネズミちゃんのフィルターをつけるのすごい流行ってた。まずこのネズミちゃんのフィルターも流行ってた。この時は事務所のオーディションの TGA2 のオーディション帰りかな。うん、初めて韓国行った時の写真が出てきた。初めて韓国行ったのが中学3年生の夏、夏休みかな、夏休みに行って、もう全てが新鮮すぎて、初めてすぎて、空港にブラックピンクがいて、あの本当にいたとかじゃなくて広告でいたの。それだけでテンション上がって広告を撮ってたんだよね。本当にね、面白いやばい、ブラックピンクだみたいな、懐かしい。うわ懐かしい。チュロス、このねピカチュウのチュロスがねすごい美味しくて、今ね売ってるか分かんないけど、当時のハマりで流行りでした。懐かしい、韓国でいっぱい食べてるわ。とにかく韓国のものは死ぬほど辛かったのを覚えてる。まず東京ガールズオーディションっていう TGA っていうのがあって、私はそれを中1から受けてて、中2でまあいいとこまで行ったんですけど、惜しくも落ちて、中2で落ちて、でも中3でもう最後の正直、3度目の正直で、ほんとこれ受からなかったらもうやめようってぐらい、でも最後の一発だから全力を注いだんだよね。めちゃくちゃ自分磨きとか頑張って、まあ、ダイエットしたりとか、メイク研究したりとか、食事管理したりとか、めっちゃ頑張って、ほんと最後の正直で、なんかもうかける思いはすごくて、中学3年生はそれに向かって頑張ってたって感じかな。その中2の落ちた時から中3のこのオーディションまで、もう必死にそればっかり考えてて、受かって、ででん、これが、代々木体育館？え？代々木体育館じゃない。確か都内じゃなかった気がして、埼玉スーパーアリーナでやったんですけど、その時ですね。友達がちなみに作った画像です。めっちゃ喜んでくれた。クラスのみんなもすごい喜んでくれて、嬉しかった。これは本当宝物の画像で、今でもずっとお気に入りなんです。はい、で、こっから、ポップティーン生活の始まりでしたね。で、このオーディションがあって1ヶ月後に編集部の方と面談があって、そこから次号の撮影からよろしくお願いしますということでポップティーンに入りました。その数ヶ月後に修学旅行行ってるわ、懐かしい。修学旅行は広島行った、めっちゃ楽しかった。もう一回行きたい。だからもう今めっちゃ広島に行きたいんだよね。すごい楽しかった。やっぱ修学旅行だから正直時間なくて、あんまり観光の。だからもう一回ゆっくり広島に行きたいな。はい、ということで意外となんだかんだめちゃくちゃお話ししてて、もうやっぱ喋ると喉乾いて、割とスタバもねめっちゃ飲んでたんですけど、まあね、私のね多分ねこんなに話したの初めてぐらいで、ポップでもこんぐらい深い話をしたことなくて、本当に YouTube ならではのコンテンツで話したかなと思うので、みんなもねどうだったかとかね感想をね送ってくれると嬉しいです。またね次回はポップティーンの初撮影から後のお話をしたいなと思います。とりあえず今は、まあ、中1から中3までのオーディションまでのお話をしました。はい、ということでね、今日も見てくれてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。またねー。